はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。まずはニュースを読んでまいります。ロシアが徴兵年齢の上限引き上げ、招集令状出たら出国禁止に、侵略長期化で予備兵力拡大。ロシアのプーチン大統領は4日、年2回に分けて実施している徴兵の対象年齢の上限を来年1月以降27歳から30歳に引き上げる改正法案に署名し、法律が成立した。招集令状が出された国民の出国を禁じる法律も成立した。プーチン政権はウクライナ侵略の長期化を視野に予備兵力を拡大する法整備を急いでいる。対象年齢をめぐっては今年3月、現行の18歳から27歳を段階的に21歳から30歳に移行する法案が下院に提案されていた。7月下旬に上限だけ引き上げる方針に転換し、上下両院が法案を相次いで可決した。下院のアンドレイ・カルタポロフ国防委員長、元国防次官は最近、招集逃れに対して最高禁錮5年の刑事罰を科す法改正の意向を示し、秋にも法案を提出する方針を表明した。ロシアでは7月下旬、予備役の年齢上限の5歳引き上げも決まっていた。このように報道されております。ロシアではウクライナ侵略の長期化で兵員不足が深刻化し、徴兵や動員の忌避を取り締まる動きが強まっていると報道されております。昨年9月に30万人規模の動員が発表された際は、ロシアから数十万人が近隣国に出国したとされます。またロシアのプーチン大統領は4月14日、ウクライナに侵略しているロシア軍の兵員確保を容易にするため、招集令状を電子化する法改正案に署名し、改正法が成立していました。招集令状は政府のポータルサイトに登録した個人のアカウントに通知される仕組みで、本人が通知を開いていなくても、届いた時点で効力が発生するということです。令状を受領すると出国が禁止され、20日間以内に徴兵事務所に出向かなければ、運転免許証の停止や新機能を組めなくなるなど、生活上の制限を受けると報道されております。つまりプーチン政権は、招集令状を電子化し、政府のポータルサイトに登録した個人のアカウントに通知され、本人が通知を開いていなくても、届いた時点で効力を発生させ、さらに招集令状が出された国民を出国禁止にすることで、ある種強制的にですね、ロシア国民を招集できるように法体制を整えたということになります。こうした状況を客観的に見てまいりますと、プーチン政権は第二の部分動員または戒厳令、国家総動員などを行うための体制を整えているというふうに見えると思います。こうした中、ウクライナ情勢はクリミア半島と黒海をめぐる情勢で動きが出ております。クリミア北部の橋にミサイル攻撃とロシア側、ウクライナ南部ヘルソン州のロシア側、行政府トップサリド氏は6日、同州とクリミア半島北部を結ぶチョンガル橋がイギリス供与の巡航ミサイルストームシャドウの攻撃を受けたと明らかにした。ヘルソン州とクリミア半島を結ぶ橋で複数の爆発。ロイター通信などによると、ロシアが占領しているウクライナ南部クリミア半島の親ロ派幹部らは6日、南部ヘルソン州とクリミア半島を結ぶ2つの橋を狙った攻撃があり、複数の爆発があったと明らかにした。ウクライナ軍はロシア軍の補給路を狙った攻撃を繰り返しており、その一環とみられる。報道によると、親ロ派幹部はウクライナ軍が長距離巡航ミサイルストームシャドウを用いて攻撃したと主張。橋やガスのパイプラインが損壊したほか、橋の上にいた市民1人が負傷したとしている。このように報道されております。ウクライナ軍は7月29日、クリミアとヘルソンを結ぶ鉄道をミサイルで攻撃したと発表しておりまして、クリミア半島とヘルソン州を結ぶチョンガル鉄道橋が大きく損傷した画像が SNS に投稿されております。実際この鉄道は今使われていないと見られています。またチョンガル橋の道路橋は6月22日、ミサイル攻撃を受け損傷したと報道されておりました。つまり今回と合わせまして、チョンガル橋は3回攻撃を受けていることになります。チョンガル橋の道路と鉄道を伝って、クリミア半島からウクライナ南部に行くロシア軍物資、人員の約7割が通っていたと言われております。また今回の報道で、ウクライナ南部ヘルソン州とクリミア半島を結ぶ2つの橋を狙った攻撃があったと報道されておりますが、1つはお伝えしておりますようにチョンガル橋、もう1つはヘニチェスクの橋と見られております。ウクライナ軍はクリミア半島東部に位置するアラバトサスを通じて、ウクライナ南部ヘルソン州ヘニチェスクとクリミア半島を結ぶヘニチェスクの橋も爆撃したと見られています。ヘニチェスクの橋の一部が損壊し、路面がくの字に曲がってしまっている画像が SNS 上で確認されております。こうして見てまいりますと、ウクライナ軍は
クリミアルートからウクライナ南部に展開するロシア軍への兵站、物流網を徹底的に叩いているとみられます。またウクライナ海事当局は4日、ノボロシスクやソチなど黒海に面するロシアの6つの港周辺を軍事的脅威下に置くと宣言しました。 ISW はウクライナ国防省も8月5日、そっちがその出てくるならこっちにも考えがあるとツイートしたが、これはおそらく7月17日以来オデーサの港湾インフラに対するロシア軍の継続的な攻撃に言及したものと思われる。このウクライナの警告は黒海におけるロシアからとロシアへの商人の活動や国際商業輸送を妨げる可能性があると報告しております。このウクライナ国防省のそっちがその手で来るならこっちにも考えがあるというツイートと、さらにウクライナ海事当局が黒海に面するロシアの6つの港周辺を軍事的脅威下に置くと宣言していることで、ウクライナ軍は事実上黒海でのロシア軍の活動、ロシアの国際商業輸送を封鎖しにかかっているという可能性が考えられます。今後ウクライナ軍によるクリミア半島のロシア軍高価値軍事目標へのドローンやストームシャドウによる攻撃、そして黒海に面するロシアの6つの港周辺などへのドローン攻撃などが加速する可能性が考えられ、クリミア半島と黒海をめぐる情勢は今後緊迫感を増していくように見えます。またこうした中、ウクライナ軍は奇襲としてウクライナ南部ヘルソン州ドニプロ川西岸から東岸への渡河作戦を行う可能性も考えられます。この渡河作戦が成功すればウクライナ軍が一挙にクリミア半島の根元まで行く、またはメリトポリ方面へも進軍可能です。これが成功すれば大きな作戦の転機となります。ヘルソン州のドニプロ川渡河作戦に関しましてはロシア側としても警戒懸念しているとみられます。ウクライナ軍は現状ドニプロ川東岸のアントノフスキー橋周辺の橋頭保を広げているとみられています。またドニプロ川東岸のカホフカダム周辺にもウクライナ軍の一部部隊が上がっているとの情報もあります。このドニプロ川渡河作戦正面でウクライナ軍が戦車などを推進できれば大きな作戦の大転換点となるとみられています。こうした中、プーチン政権はある種追い込まれているように見えますが、そうした経緯の中、ロシアでは核先制攻撃容認論が高まっていると報道されております。かつてロシア大統領府顧問を務めるなど外交防衛政策に影響力を持つ外交防衛評議会名誉議長、国際政治学者のセルゲイ・カラガノフ氏は6月13日論文を発表しました。論文のタイトルは、核兵器の使用は人類を世界的な大惨事から救うことができるというものです。論文の中では、西側の意思を破るにはロシアは核兵器使用のハードルを下げ、核抑止力を再び説得力のある議論にしなければならないだろう。世界規模の核戦争を防ぐため先制攻撃の用意があることを敵は知るべきだ。私たちはあと1年か2年か3年戦い、何千人もの優秀な兵士を犠牲にし、悲劇的な歴史の罠にはまった何万人もの人々を苦しめることになるだろう。しかし西側諸国に戦略的撤退、あるいは降伏を強いることなしに、この軍事作戦を決定的な勝利で終わらせることはできない、このように記されております。さらにカラガノフ氏は、ロシアが西側諸国への核攻撃を検討しなければならない理由として、西側諸国に対する核攻撃について議論するとき、アメリカはどう答えるだろうかという疑問が生じます。すべての専門家の見解が一致しているのは、いかなる状況であってもアメリカが同盟国への核攻撃に対して我が国の領土への核攻撃で対抗することはないということですと述べております。またロシアを代表する国際政治学者でアメリカのシンクタンクカーネギー国際平和財団モスクワセンターで2022年まで14年間所長だったドミトリー・トレーニン氏は6月20日雑誌に発表した論文、ウクライナと核兵器の中で全体的な大惨事を回避するには政治と国民の意識に恐怖を取り戻す必要があります。核時代においてこれが人類を守るための唯一の保証ですと述べています。このように報道されております。こうしたロシア側の主張は決してあってはならないことであり、認められないことであり、身勝手な一方的な主張であります。こうしたロシア側の主張は決して許されるべきものではありません。このチャンネルではこうしたロシア側の核に関する主張に関しまして断固反対いたします。プーチン政権は第2の部分動員または国家総動員などへの準備を進めながら、ウクライナやアメリカの西側同盟国への核というカードを使うことも辞さないという姿勢を示し、アメリカや NATO の反応を見極めようとしている可能性があります。ロシアのカラガノフ氏がアメリカの同盟国への核先制使用にも言及したことに対して、アメリカバイデン政権が今後どのような姿勢を示すのか重要な局面を迎えています。こうした中、ロシアプーチン政権は外交的孤立を深め、経済的には中国への依存を深める中、次のような報道がされました。中国、ロシアに異例申し入れ。
観光客4時間聴取、野蛮で過剰。在ロシア中国大使館は6日までに、中国の観光客がロシア国境警備隊に4時間にわたり聴取される野蛮で過剰な法執行があり、中国国民の権益が傷つけられたとして再発防止を申し入れたと発表した。中ロ両国が関係強化を図る中、異例の表現を用いて抗議した格好だ。発表によると、中国観光客5人は7月29日、中央アジア、カザフスタン経由でロシア入りしようとしたところ、国境警備隊に入国を阻まれ、観光ビザも取り消された。中国側は申し入れでロシア側に対し、警備隊の対応は両国の友好的な人的交流を緊密にする方向と矛盾するとも指摘した。このように報道されております。中国がわざわざこのような申し入れをするのは異例とみられています。ただ中国としましては、今回の申し入れにより中国は不利益を受けることがないという自信があると考えられます。さらに外交的に孤立し、経済的に中国頼みというふうに見える立場のロシアプーチン政権が強く反論できない、報復できないということを承知の上で、あえてロシアプーチン政権の対応を試しているようにすら見えます。プーチン政権は中国の習政権に足元を見られ、このままですとロシアは中国の従属的パートナーという位置づけになる可能性が考えられると思います。ウクライナ情勢は、ウクライナ南部の情勢、クリミア半島、黒海の情勢、そして米ロ関係、中ロ関係、こうした様々な情勢が同時に進み、新たな局面へと入っていっているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し、毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。